ありがとうございます。お聞きしたいのですが、監督の功績として瞬間最大風速で見て、やっぱりジダン CL3 連覇ですか？まあ、瞬間でしょ、でも。ペップバルサ6冠とかじゃない？3連覇は瞬間じゃねえな。3連覇は瞬間じゃないから。継続だね。継続しちゃってるからな。どこまでを瞬間と捉えるかだけど。そうだね。あ、フリックバイルンとかもやばかったしな。1シーズンだけだからな。それこそデュエルもやばいしな。うんうん。デュエルチェルシーも。ペップもクロップも瞬間というよりも結構継続力タイプだしね。改めてだけど、昨シーズン終盤のコンテスパーズも超強かったけどね。もちろん一番ではないけど。で、なんかコンテのことを、昔を見ながら思ってた。まあ、いいんじゃないですか、インビシブルズで。フリーって。フリーよ。負けてねえし。20年前なんだわ。年間で負けてねえし。いや、ヌーノスパーズ、逆瞬間はヌーノスパーズもそうだけど、今日中ナイテッドだぜ。いや、今日中ナイテッドはやばいよ。今日中ナイテッドやべえよ、マジで。プロフェッサイナイテッドはマジで。マジでやばい、ほんとに、まあ。ある意味おもろかったけどね。うん。何にも。何にもよ、ほんとに。光がなさすぎて。あんな光ないクラブあるっていうぐらい。どうせお前来年いないし、みたいな人もあったし。どうせ来年いないし、今この時間何みたいな。ずっと虚無の時間続いてたからな。そうなんだよな。出て行き方もえぐいし。そうそう。で、ポッターチェルシーとかも暗かったけどさ、うん、なんかいつかハマるんじゃないかとか、そういうのあったじゃん。希望はさ、なかったもんね、あの時ね。ただこの時を早く過ぎろ、みたいな。何にもなかった。そう。俺、今日中ないでってやばいと思う。今日中ないでって死ぬほど暗かった。あとなんか、そうだ、ヌーノスパーズも暗かったんだけど、なんかシーズン序盤っていうのがあった。うん。何か日か。何年かもうシーズン後半の、ゆっくり、ゆっくり終わるのを待つっていう。クーマンバルサとかやばそうだけどね。ああ、確かに。ね、タリーグだからもうわかんないけど。あとよろしくお願いします。200円でございます。あの瞬間はハインケスのバイエルンだと思ってます。どれだよ、どれで、ね、何回勤めてんの、何回どこのハインケスだよ。何個あると思ってんだよ、ハインケス、バイエルンが。お疲れ様です。りょうさんと伊藤さんで二度と戦いたくない監督とかいますか？二度と戦いたくない監督？誰だろう、二度と戦いたくない監督。ショーン・ダイシって言っちゃダメですか？あー、でもなん、あー、モーリーニョかな。モーリーニョは戦いたくないね。戦ってて楽しくないし。うん。モーリーニョかな、結局言うんだったら。あと、個人的にね、もう、アトレティコを戦った時のシメオネも嫌でしたね。やっぱ、ああいうタイプのね、チームは、もう、苦しんで戦ってて。だからやっぱそういうタイプかな、結局。フィルは別にそんな苦手しかねえかもしんないけど。